8月3日金曜日のケーブルニュースをお伝えします。子ども地球サミットが今日から南箕輪村で始まりました。今年は東日本大震災の被災地の復興を願った朗読を子どもたちが発表します。子ども地球サミットは今日から5日までの日程で開かれ、初日の今日は村民センターで入村式が行われました。今年は村内の小学生およそ10人を含め20人が参加します。5年の井口ライムです。入村式では参加者が自己紹介をし、3日間限定の村民賞などが手渡されました。この子ども地球サミットには去年のサミットは東日本大震災の被災地に配慮し中止となりました。今年は被災地の復興を願い、子どもたちが現地を訪れた際に体験したことを朗読で発表するほか、オリジナルの曲を参加者と来場者全員で合唱します。期間中、子どもたちは大芝高原を主会場とし、コンサートに向けた歌やダンスの練習を行います。コンサートは5日午後5時から南箕輪村民センターホールで開かれます。